カーマイン・ギャランテは、アメリカ合衆国のイタリア系犯罪組織、コーサノストラの幹部で、ボナンノ一家のボス。あだ名は、ディロ・シガー。160センチメートルそこそこしかない小男であったが、その凶暴性時の強さで認められ、一家の創設者のジョゼフ・ボナンノの運転手から副ボスのザマで登り、ボナンノの引退後は、ボスも務めた。シチリアのカステル・タンマーレ。 デルモルフォ出身の漁師の息子として、ニューヨークのイーストハーレムに生まれる。11歳で、ストリートギャングになり、犯罪に手を染めた。1930年には、ブルックリンでトラックを強奪しようとして警官に、取り押さえられた際に警官に発砲して負傷させ、懲役12年半の判決を受ける。1939年に釈放された後、約1年間、 ビートジェノベーゼイカのヒットマンの輸送に携わる。また、ジェノベーゼの命で1943年に、反マフィアのジャーナリストカルロトレスカの殺害に関与、したと言われる。その後、誘われて、ボナンの一家に入り一家内で出世と続けるが1962年に、麻薬取引の罪で収監され、懲役20年の判決を受ける。これは、 フランク・コステロラ・カレーの敵対勢力による凶暴であった。収監されたルイスバーグ刑務所では、全米各地から収監されているマフィア組員の間の絶対的な支配者として、君臨した。ニューヨーク市系のマフィア専門家として、著名なラルフされるの元刑事によれば、数多くのマフィアを相手に指摘されるのをして、あの目つきには、背筋が寒くなったと言わしめたマフィアが二人おり、 そのうちの一人はギャランテだったという。もう一人は、ガンビーの一家のアンダーボスのアニエロでラクローチェである。1972年に出所すると、当時の一家のボスのフィリップ・ラステリが1974年に逮捕、収監されたのを機に、ボスの座を奪い取り、当時ニューヨーク・マフィアの最大の実力者である、ガンビーの一家のボスのカルロ・ガンビーのの地位に挑戦するべく行動を開始し、 ガンビーノ一家のメンバーの少なくとも8人の暗殺に関与した。1977年10月には一度拘束されるが、マフィア御用達として悪名高かったロイコーンの尽力もあり、1979年3月に5万ドルの保釈金により釈放された。一方、ガンビーノは1976年に病死したが、その後を継いだポール・カステラーノや、 デノベーゼ一家のボスのフランク・ティエリはフロリダのサント・トラフィカンテラと共謀してギャランテの暗殺を計画した。ギャランテは1979年6月19日にブルックリンのイタリアンレストランで食事を終えたところをスキーマスクで覆面した3人組の男にショットガンで殺害された。葉巻きを加えたまま絶命した写真はニューヨークの各市の一面を飾ったという。この際に ボディーガードのレオナルド、ニノ、コッポラ、いとこで、レストランの経営者、ジョゼフ・トラノも死亡した。直前に一緒にいた二人のシチリア出身のボディーガードは席を外しており、彼らが暗殺を手引きしたとみられる。そして暗殺の直接の実行者は、一家のメンバー、アンソニー・インデリカート、ドミニク・ソニー・ブラック・ナポリターのアンソニーの父、アルフォンス・インデリカートらであった。 彼らは、ギャランテ殺害の功績から、カポやキャプテンに昇進したが、その後の内紛などにより、アンソニー・インデリカート、アマト以外は殺害されている。その後、インデリカートはこの事件により1986年に、懲役12年の判決を受けた。ギャランテの死を受け、ボナンの一家のボスの座には再び獄中のラステリが、就任した。ありがとうございます。